はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうろです。いつもしみじきょうチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、深夜ですがサマーセール始まりました。ファーストインプレッション来た。いやー、年に1回この日を待ってたよ、サマーセールくん。今回は何を僕に提供してくれるんだい、ということで興奮冷めやらぬ中、早速見ていきたいと思います。今回ね、なんかね、自分のストーリーを読むということでこう閲覧、それぞれのジャンルを閲覧するとなんかバッジみたいなものがもらえますね。はい、ちょっとした読み物のテストに挑戦します。各、場面で自分の取りたい行動を選択しながら物語を進め、自分がどのようなヒーローなのか見極めましょう、ということで14の運命を築き上げるストーリーということで、はい、とりあえずアクションを閲覧してみますね。アクションかっこいい、なんかちょっとこう古風な感じだけどなんか新しいみたいな、なんかすごいですね。なんかスチームの画面なんかめちゃくちゃ凝ってませんこれね。なんかこう壁に書かれているみたいなね感じになってますが、でアクションの中でも、はい、今お得意とするアクションアドベンチャー、アクション RPG を今2時3分だけど全然サーバーが耐えている。いつもねこの時間ってすぐあのサーバーがダウンするんですけど、今回は耐えているぞ。はい、まあこんな感じで見ることができると。例えばアクション RPG であったら、まあ、こんな感じでウィッシュリストに存在しているものの中 がトップで、そして、アクション RPG の物語重視の、ゲーム、まあ、ダークソウル2、あ、ダークソウル2今回は定価ですね。はい、こんな感じで見ることができます。これダークソウル2とかってこれ何も書かれてなかったら定価なのかな。あ、定価ですね。そういう扱いのやつもあるんですね。で一番下にこう、スクロールしていくと、はいはい、またこのお得意のあれですね、もう慣れました、この、アクションの中のサンドボックスシューティング、もうね、無数にありますからね、こうやって絞り込みかけないと絶対こう行き着かないということで、こんな感じで、はい、セールされてます。はい、ディープロックギャラクティック 50% オフの1545円、ハンター 76% オフの492円、安い、さすがサマーセール。はい、割引額を見ていきましょう。アルマコールドウォーアサルト 80% オフ、はい、という感じで調べることができると。もちろんここを解除すればゲームが変わって人気も変わりますよね。はい、シーオブシーブス今回 33% オフの2814円、そしてホライゾンゼロドーン 40% オフの2940円、そしてまたね、バイオハザードとコラボして人気が再燃しているデッドバイデイライト 40% オフの1188円、鉄拳セブン 85% オフの660円、すげえな。はい、コードベイも安いですね、 75% の2255円ということで、はい、もっと表示していくと、はい、こんな感じでセール作品を見ることができると。でこれを閲覧して、でストーリーを進行するとアクション等への旅ということで、あなたはアクションを愛していますと。あなたに欠点が1つあるとしたら、それはあなたがアクションを愛しすぎていることです。欠点が2つあるとしたら、あなたはアクションを愛しすぎることと、アクションに関しては自分勝手であることですというメッセージが出て、突如口ひげを蓄え筋肉が隆々と盛り上がった滑らかな肌の巨大な男が飛行機の後ろから飛び出してきます。お前、彼はどうなります？勝負だ。文句があるなら3秒以内に言え、ということで、どんなヒーローになりたいですかと。スベスベの肌の男と拳で戦うと多分格闘系のゲームになるのかな。一旦ここは飛行機に戻りますね。はい、そして飛行機に戻って行き先は不明、ステッカーをアンロックしましたね。はい、怒っている男に自分が飛行機を着陸させたとのアクション等への道順を、これまで道順を聞かれたことがない男は喜びましたと。お客様、彼は大声を上げます。道順等へようこそ。彼は、熱心な手振りで、観光案内地図の棚を示しますと。はい、あなたは、棚を蹴飛ばし飛行機に戻ります。行き先は不明ということで、旅を続けるなら運命を築き上げようのページで別のジャンルを選んでくださいということで、はい、ここでアクション等への旅アンロックできました。でアドベンチャーロール
ロールプレイングストラテジーシミュレーションと、まあ、主要なあのタグユーザータグに基づいていると思うんですけど、それがこんな感じで、それぞれにバッジを得ることができるようになっています。で実際今アクションの、もページ完了したので、こんな感じで、はい、バッジを手に入れることができましたね。ユーザーチャンネル、はい、一つ、皆様にお知らせしたいことがあります。はい、自分のチャンネル、Steam 実況ユーロ内に新しい再生リストを作りました。で、昨日2動画上げたんですけど、はい、サマーセル2021で買いたい、新作、今年配信の新作ゲームということで、はい、これ上げたものもこの再生リストに含まれてるんですが、はい、過去にね、Steam 大型セールで安く買えるであろうおすすめゲーム25選とか、Steam の大型セール時に買いたい和ゲー25選とか、こういう動画も撮ってるんですが、ここの再生リストにあるもの、Steam サマーセール、2021おすすめゲームという再生リストで、価格はチャプター2ということで、はい、チャプター機能を利用して、今、そのセールされてどれぐらいの金額になっているかっていうことを、この再生リスト内の動画に限って、調べていこうかなと思っております。でチャプター機能ってどういうものかっていうと、はい、こんな感じでこう下に出てるんですよね。わかりますかね、このバルヘイムだったらバルヘイムって、この今出ましたね、10分19バルヘイムで、フッドに変わったらフッドアウトローズと、でここクリックしていただくと、この右にね、こういうのが出るんですよ。オープニングが 0分からで、最果ての列車紹介しましたとか、はい、自分の気になるゲーム、はい、マサゴロウ、はい、出ますと。で、ここに、今はまだサマーセール前なので、タイトル名だけになってますが、このタイトル名の横にね、価格を表示させようと思ってます、サマーセールの。なんで、このチャプターの、タイトルの横を見ていただいて、このゲームがどれぐらい今回セールされているのか、チェックしていただければなと思います。再生リストはこの動画の概要欄に、はい、貼っておきますので、活用してみてください。先を急ぎましょう。ポイントショップもね、なんか新たなアイテム増えてますよね。こういうなんか、すべてのゲームのプロフィール、背景もそのアバターもセットになってね、なんか売られているんですよね。はい、そういうのもこうありますし、季節のプロフィール、これは5000ポイントで、多分サマーセールのその期間限定1ヶ月間サマーセール仕様にすることができるということで、はい、こんな感じでありますね。ちょっとやってみましょう。5000ポイント自慢あるんでね、はい、まあ、お祭りなんで今すぐ装備すると、でプロフィールを見ると、はい、するとどういう壁紙かというと、まあここにもちょっとね、載せられてますが、はい、こんな感じでちょっと SF チックな、はい、壁紙背景になりました。そして、このフレームですね。はい、こんな感じで、サマーセール期間中、はい、お祭りということで、着せ替えすることができます。で新しいアイテムも今手に入りましたね。はい、季節のプロフィール、季節のミニプロフィール背景、季節のプロフィールと、これどういうことかというと、こう自分のこのアバターをチェックした時にこんな感じで出るんですけど、ここのアバターですね、ミニ背景っていうのは、はい、雲の、画像出てますよね。はい、これが、今回、セットで当たるということで、5000ポイントなんで、皆さんサマーセールで、まあほぼ1ポイント1円と思っていただいていいので、5000円買うとこの5000ポイントの、プロフィール背景セット、まあ1ヶ月限定ですけど手に入るので、ぜひ手に入れてみてください。こんな感じで、はい、もちろんトップページを見ると、まあ、バトルフィールド5が 75% オフであったり、プラネットズーが 55% オフと、はい、でグラセフ5が、63% オフ2205円と、こういう主な AAA タイトルもチェックすることができるので、まずトップページからだと思うんですけれども、はい、そして、まあ、ジャンルやテーマでサマースペシャルは閲覧しということで、多分これサバイバルとか SF とかホラーをクリックするとさっきのね、個別のページに行く、そして個別のページでまた
あのサバイバルの中の協力プレイとかそういうものを選ぶことができるページに行くっていう感じですね。で、ここは多分スペシャルでこういろんなあのその日によって多分違うと思うんですけど、毎日変わるあのページだと思うんですけど、はい、和ゲーム含めたさまざまなゲームがあります。カーバルスペースプログラムも、995円と 75% オフでありますし、はい、売上トップを見ていくと、まあ、桜姫は昨日か一昨日ぐらいから、ミッドウィークマドネスで確かセールされているんで 30% オフですね。で、デッドバイレイライト、さっき言ったようにバイオハザードのコラボが 40% オフ、デッドバイ本体ですね、セールされています。で、スパロボ、30周年記念の、ゲームが発表されたばかりですが、過去作スパロボ X ですねが、60% の3344円、そしてゴッドイーター3がなんと 80% オフまで下がりましたね、1804円。で、鉄拳さっき言った通りですね、はい。そして、そのパーセンテージ、どれぐらいセールされているかによってもこんな感じで最大 75% オフということで、あの調べることができます。このスペシャルをクリックしていただいて、はい、すべての売上トップ、そのセールされている中の売上トップが、見ることができるんですけども、まあ、今のところまだ始まったばかりなので多分昨日の情報になると思いますが、はい、こんな感じでセール作品を調べることができますし、はい、価格で絞り込むことももちろんできます。1000以下の、たくさん売り上げがあるものから順番に、だヒューマンホールフラットなんか 66% オフで1000以下で購入することができますよね、はい。2000以下で見てみましょうか、はい。ラフトとか、テイルズオブベスペリアとかが入ってきてますね。でハデス、今回ね、スイッチ版が出るのかな、出たのか、はい、日本語対応してきますが、はい、30% オフの1799円と、これもねなかなかセールされていないタイトルだったんですが、はい、セールされてますね、はい。斜め見下ろし視点の、アクションゲームですね、ハクスラです。で、バルヘーム、今回セールまだされてないですね、はい。で、ソウルキャリバー6が 85% オフの1254円と、そして、パワーウォッシュシミュレーターが 15% オフの1742円、ハック、85% オフの1254円、スカル、25% オフの1537円と、まあ、2000円以下の価格帯もかなり今回あの頑張ってセールされているんじゃないかなと思います。もちろん日本語、対応のゲームをこうやって絞り込みかけることもできますし、はい、それぞれのジャンルで絞り込むことができます。まあ、シングルプレイの例えばシミュレーションとかね、はい、こんな感じでシミュレーションゲームが出ますね。ラフトとかも入ってきますし、はい、アストロニーヤ、グリーンヒル、この辺が安いですね。 35% オフ、 30% オフ、セブンデイズトゥダイ 70% オフということで、はい、こんな感じのラインナップになっております。なんでこういろいろあの絞り込みをかけながら、自分でこう好きなジャンルがあったらその好きなジャンルで、探せばいいし、価格が気になるんだったらそのさっき の, あのスライドしてこう何円以下何円以下って言ってこのスペシャルのページであの価格調整してもいいですし、まあ、いろんなあの調べ方が、できますが、まあ、とりあえずウィッシュリストに多分皆さんめちゃくちゃ入れてきたと思うんで、このウィッシュリストの中の、セール作品ってやると、その自分がウィッシュリストに入れている中で今回サマーセールでセールされているものだけをこうやって調べることができますし、半額以上割引のものだけを調べるとか、まあ、こういう、オプションで、割引のところをいじると、はい、ウィッシュリストの中にあるものを整理することができますね。今ちょっと重たいのでなかなか出ないですが、はい、こんな感じで整理することができます。はい、あのぜひ、皆さんもやってみてください。まあとりあえず自分のストーリーを読みながらこんな感じでね、バッジをもらう、まあ結局こういろんなジャンルのものを閲覧して隅から隅までサマーセールのゲームを調べてくださいよっていう、まあそれのねちょっとお遊びで手助けができればなということで、多分毎回これあるんですけどね、自分のこう気になるところだけを見るんではなくて、こういろんなあのジャンルを開拓して
このサマーセール楽しんでくださいという意味で多分こういうあのストーリーっていうのがあると思うんですが、 Q もねあります。 Q もちょっとやってみましょうか。まあこれ Q もねこれずっと12ゲームか送ることができるんですが、結構ねあの自分週刊シム通信で新作ゲーム調べてるつもりでもめちゃくちゃ抜けてる、ゲームとかもあって、こんなゲーム出てたんだっていうゲームも巡り合うことがあるんで、ぜひ、こういう Q も活用して、で、1日に3周すると3つのカードを手に入れることができるんで、はい、とりあえず送ってカードをゲットするといいんじゃないかなと思います。で多分例年と同じように、Q を終了するとこれカードが出るんですけど、今回は何枚かな、ちょっと見てみましょうか。はい、今回は全部で10枚のカードですね。10種類のカードを集めるとバッジが、はい、作成することができるっていう感じですね。はい、Steam のレベルが上がると自分の初めてのスチームのコンテンツ見ていただければと思いますが、そのレベルが上がると、フレンドの枠が増えたりとか、飾れるそのアイテムが増えたりとか、プロフィールをね、飾るその枠を拡張することもできたりとかするので、あんまりスチームレベルなんて興味ないよって思われた方はぜひこれを機会にね、ちょっとその辺にも注目していただいて、せっかくなので枠を作ってプロフィールを自分仕様にしていただければなと思います。はい、ざっとちょっとファーストインプレッションを取ることができました。皆さんもぜひ、サマーセール、7月9日の、深夜2時までなんで、水曜日の深夜2時かな、実質だから7月8日中ですね、火曜日中になりますね。はい、ぜひ、皆さんも満喫して、またこのゲーム買いましたっていうところ、ゲーム、あればコメント欄で教えていただければ嬉しいです。ではまた、今日夜ね週刊新聞通信撮りたいと思いますので、またさらに掘り下げて、もう多分データも揃ってきてると思いますので、データ完全に揃った形の、サマーセール情報、週刊新聞通信の方で配信したいと思いますので、よろしくお願いします。取り急ぎサマーセールファーストインプレッションでした。ユーロでした。バイバイ。チャンネル登録グッドクリックお願いします。